いきます。はい、妖怪ウォッチプニプニでひな祭りイベント始まりました。でひな祭りガシャっていうのも登場してます。キラコマパスとかオビナニャンステージで大活躍の女の子妖怪が出現するガシャです。ガシャ中身こちら、ランク SS のメビナニャン、そして乙姫、覚醒吹雪姫の SS がこれラインナップしてます。あと新妖怪メリケンレジェンド、パンドラとか椿姫、バニーミート、スノーラビー、吹雪姫、百鬼姫、すべて女の子妖怪ですね。ワイマネーが9万あるので、20連ガシャ行ってみたいと思います。狙うはやっぱりメビナニャンかな。いきなりレア来るか。あ、 SS の乙姫出てきました。出だし最高じゃん。レジェンド妖怪乙姫、SS 妖怪の出現率大、これは期待高まる。 A ランクセーラーニャン、出てくるのが全て女の子妖怪でやばいですね。今までにない女の子妖怪だけ、すごい。ガシャ3回目です。 A ランクエンラエンラ怪、クガシャですよね、これ。あの、上には、ひな祭りって書いてるけど。障子もなんかすごい華やか。ランク SS の、ふに、何体出る ?2、3体出ればいい方?キラコマパスも欲しいけどね。お願いします。お願いします。A ランク、風味。出てくる妖怪が全部かわいい。ガシャの期間が3月5日まで。期間限定、短いよ。3月1日から3月5日まで。B ランク、66首回。これで何回目だろう。6回目ぐらい。おお、これは A ランク最高潮。レアウィスパー出てきて A ランク最高潮どういうこと。完全 SS 来たかと思ったけど、 A ランクエンラエンラ回2体目。これでガシャ9回目です。B ランクシワクちゃん、わしを連れていかぬか、若さを恨んだりはせんよ。初ゲットか、シワクちゃん。これで半分のガシャ10回目いきます。セイオカーン、ガシャ11回目いきます。キラコマパス、もしくはメビナニャン。ものすごいプレッシャーの時はレア。そして SS の乙姫、またまた登場。レベル3、乙姫はもういいけどね。 SS とりあえず2体目ゲットです。メビナニャン欲しいぞ。風民 A ランク、これも2体目だね。残りは今ね3万1000になってきた。はい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 、来るか。 S ランクのオイラン、あら、あなた若々しい、ちょっとだけ命吸わせてくれない。やば、オイランは若い人の精気を吸い取るというかね。そっか、レアウィスパーで S ランクが出ることもあるんですね。 B ランクサトリちゃん、レアウィスパー結構出てるんだけど SS 乙姫しか出ないな。
死ぬでみっせー。 A ランク、エンラエンラ会。なんかこのひな祭りイベントで新妖怪が2体も登場してますよね。プニプニから新妖怪登場、メビナニャンと、メビナニャン、オビナニャンやったっけ。エンラエンラ回めっちゃ出るね。あとはメビナニャン狙い。Bランク4つ目。残り何回だろう。残り3回っすね。残り3回で奇跡起こるか。A ランクセーラーニャン。セーラーニャンもさっき出たかな。ガシャ残り2回。19回目。力を感じるでみっせ。あ、かわいい。 B ランクの雪女さん出ました。あー寒かった。出してくれてどうもありがとう。これからよろしくね。かわいいっすね。進化するとふぬき姫に。ラスト20回目のガシャいきまーす。ダメだ。ダメなやつだ。ラスト A ランクの風民です。メビナニャンなかなか出ず、乙姫さんが結構出ましたね。こちら期間限定ですので皆さんお見逃しなく。